コブラッシュの F ミーヤさんでした。はい、それではね、皆さんお待たせしました。一番前陣取っておりますね。はい、次は、アクティブ博多からね、リラさんたちの登場です。2017年8月に結成したリラ、メンバーは白木智香さん、そして森千佐穂さん、安住さんの、3人組のユニットになります。8月12日に行われました1周年記念ライブではファーストシングルを発売いたしました。歌ダンスはもとより、演技やミュージカル、さすがアクティブ博多ですね、演技やミュージカル、そしてね、タップダンスなどにも挑戦し、日々成長を続けているリラです。皆様ね、どうぞ応援よろしくお願いします。それではリラの皆さん、ご登場です。拍手でお迎えください。ちょっとマイクを出しますから、ちょっとね、音響バタバタしております。リラの皆さんね、もう皆さんご存知だと思います。一番前よろしいでしょうか、大丈夫でしょうか。はい、それではいいかな、リラの皆さんのご登場です。それでは拍手でお迎えください。なんかね、ちょっとまだマネージャーが違うとか言ってね、音響はそうやろって言ってね、もうね、もうね、ちょっとリラ、可愛い、近くで見たら超可愛いね、皆さんね、見たことありますか、今このあーって言った時の顔がめちゃくちゃ可愛いですよ。ちょっともう可愛い顔見ちゃった。いいですか。はい、それではリラの3人、リラの皆さんのご登場です。それではどうぞ。
私たちは福岡を中心に活動していますリラというグループです。本日はグローバルビレッジにお呼びいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、昨日は台風で中止になってしまいましたけど、今日は晴れてよかったですね。はい、もう本当に皆さん被害は大丈夫でしたか？まあ、ここに来てくださってるということは大丈夫なんだろうと。よかったです。安心しました。はい、ということで今回のこの今日のイベントは、いろんな国の料理とか文化とかが集まるイベントなんですよね。そうですね、はい、私も今ここで見えるんですけど、いろんな食べ物とか本当に楽しそうなので、はい、後でちょっと時間があったらもう3人で回りたいと思います。そうですね、本来なら海外に行かないと見れないものだったり体験できないものとかもここで一度に味わえるので、すごく素敵なイベントだと思います。ということで、私たちも福岡を中心に活動しているグループなので、ぜひ私たちのステージも楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは自己紹介をさせていただきます。はい、高校2年生16歳の、元気もりもり森千穂です。よろしくお願いします。はい、高校2年生16歳の、3人の中で一番顔が濃い白木智香です。よろしくお願いします。中学3年生14歳のプリンが大好きなあずみです。よろしくお願いします。ぜひ私たちの顔か名前だけでもいいので覚えていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。それでは次の曲を聴いてください。ドリームキャッチャー。はいはい、この曲がですね、この福岡の場所だったり
効果の歯固めになったりそういうのがたくさんあるので、はい、ぜひ皆さん注目してみてください、はい、そしてあのサビのところでですねこうピースを作って横に振ってその後にラーメンをすする振りがあるんですけどそれをぜひ皆さんで一緒にできたらと思います、はい、やってみてくださいお願いしますよろしく聞いてください。バレハピ幸せとっとと忘れられんこの瞬間待ちわびていたこの出会いみんなついてこんでそれとっとととって言いたくなるとっておきの欲もというイベントに出させていただきます、はい、そしてその後に16時半からその日なんですけど博多リバレーホールというところで私たちの12回目のライブがあります、はい、そして12月27日の16時からごちそうマルシェというイベントにも出させていただきます、はいね、お時間がある方はぜひ遊びに来てみてください、はい、もうちょっと覚えられないよっていう方もあの私たちに興味を少しでも持っていただいた方も、はい、ぜひ私たちの所属しているアクティブ博多のホームページとそれから私たち個人でインスタグラムとあのツイッターをやっているので、はい、ぜひリラで検索してみてください、はい、LYRA で検索してみてください、はい、お願いします。お願いします。それでは次が最後の曲になってしまいました、ありがとうございます、次の曲は私たち8月12日に先ほど紹介でも言っていただいたんですけど CD を初めてリリースさせていただきました、はい、その中に入っている空色ドロップという曲を聴いていただきたいと思います、はい、それでは最後まで楽しんでください。空色ドロップ
ように、そちらのステージの脇の方で物販をさせていただきます。先ほど言った CD も販売していますので、皆さんぜひゲットしてみてください。ぜひ会いに来てください。はい、引き続きステージをお楽しみください。本日はどうもありがとうございました。